どうもー、そのベンチです。見ての通り今日は一人です。まあ理由はバレンタイン、まあ、京子が美魔女目指してるってことなんで、それの手助けになるようなものを買ってきました。まあ男はやっぱ物ですよね。喜んでくれる顔が見れたらそれでいいので。はい、今日はサプライズをしていく日です。でも一つ問題があって、買ったプレゼントのレシートを見られちゃったわけよ。レシートがバレたのが2日前。その時このレシート何みたいなこと言われて、めちゃくちゃテンパって、なんか秘密みたいな、なんかしょうもない嘘をついちゃって、その場は収まったけど、LINE 来てて、友達にプレゼントみたいな感じで言って、やばいと思って、お母さんの名前、マミーの名前を出したんだけど、で嘘ついてるなみたいな、めちゃくちゃモヤモヤしてると、ルイスに浮気相手がいるみたいな。もう帰ってきたら速攻、はい、渡したいと思います。じゃあもうすぐ京子帰ってくるから、それまでに料理を作っていきます。すぐ着くということなので、ちょっと待っていきたいと思います。あのレシートの正体です。うちにあったと。そうだよ、他の女にじゃなくて。やっぱ思ってた。うん、浮気相手いるなと思ってたやろ。こいつ女いるなと思った。なんかスキンケアって書いてあったっちゃ、うん、レシートに、うん、うちにスキンケアは絶対買わないよな。くそ、女や。くっそ。おかえりー。おかえりー。せーの、どうもー、そのベンチです。京子に浮気相手がいるって思わせてみた。だろ、バレたんだろ。そう、だから俺らマジで、はい、うちの本当にこれ、多分ね、俺めっちゃ調べたんだよね、 TikTok で。あ、そうなの。うん、これ多分もう美魔女になるための必需品だと思います。はい、うちが美魔女美魔女言ってるから、美魔女になれるスキンケア送ってくれたの。はい、しかもシャネルとディオール。はい、マジで。これは僕の小遣い飛びました。え、そうなの。そう、あのレシートに1万円もスキンケアで使ってたから。いや、これマジで1万円も使う気なかったので、俺初めて一人で行ったからさ、で店員さんもすぐ見つけて、もう買うもの決めてたから。ああ、そうなんだ。最初シャネルだけを買うつもりだったの、うん、したら思いのほか、あ、もういいや、開けて。あー、オープン。え、かわいい。え、これ絶対有料だったろ。あ、有料です。そんなことしてくれるの、ありがとう。はい、これは、まあ、夜は使えないけど、あの下地、うん、下地にも使えるし、普通のリップクリームとしても使える。あ、本当だ、かわいい。こんないいの使っちゃっていいの。いや、見えてません。えー、ありがとう、嬉しい。わっ、あんま使いすぎないで。なんで使うために買ってもらったんだ。どう買ったのかな。これありますかって画像を見せていったの、うん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 、こちらになりますって言われて、これだけですかって言われて、これだけ。これだけはないやろみたいな。うんうん、こちらでよろしいですかぐらいでいいじゃん、うんうんうん、これだけですかって言われて、間違えちゃったのね。あ、まあホワイトデー前だったから絶対ホワイトデーってわかるじゃん。そういうことね。これだけですかって言われて、これは負けてらんねえと思って、勝ちたの。男のプライドが、そう、許さなかった。あれはあれずるい、店員さん。あ、そうなんだ。あれな、多分あんまそういうつもりはなかったんじゃないけど、ね、全然ないだろうけど、やられたまんまと俺は。いただきます。はい、かわいい。え、かわいい。こんな入れ物初めてもらった。あ、これもユーロになります。だよね、この箱も取っとこう。全然見えてない。はい、ディオールも同じタイプの口紅ですね。え、リップクリーム。はい、2つもくれんの、リップクリーム。おもろすぎだろ。なんで。え、見えてません。まさかリップクリーム2つもらえると思わなかった。ありがとう。ありがとう。
かわいい。もったいない、なんか。あ、いいよ、使わなくて。使うけど。ありがとうございます。ありがとうございます。やったー、イエーイ。あ、じゃあ今回の大成功ですか。うん、大成功。じゃあ食べよっか。そうですね、仲直りの印。あ、うちのスプーンないんだけど。それくらい自分で取って。そこはセルフなんだ。あ、だ、行きたいけどね、ちょっと行けなくてさ。いやー、え、お水はないですね。いただきます。よかった。サプライズは絶対バレる。え、バレてませんけど。あれ、計算済みですけど。あれ、計算済みやつしたら結構リスク負ってるね。平日のあの時間に一人でショッピングモールに行くなんてもう怪しいやん、それ。もう怪しいやん。で、しかもスキンケア1万円分。ワンチャンうちにかなと思ったけど、うん、いやでもこれで期待して違ったら結構落ち込むな。やめた、それ考えんね。え、僕は信頼されてなかったってことですか。ある意味そうなるよね。そうなる。大丈夫だよ、もうサプライズしなくて。うん、もうしないよね、バレるからね。いやー、でもよかった。ありがとう、大切に使います。大切に使ってください。でも使いづらい。一生使いはやめて。え、なんで。もったいない。あ、なんか飛んできた。はい、まあこんな感じで大成功ということで。ゆっくり食べていきます。みんなもちょっと真似してみて。ちょっと男は困ったらこれ、ディオールとシャネルのリップクリーム、ぜひぜひ。じゃあ終わりますよ。それではバイバーイ。大成功。テテレー。